2022年から読売ジャイアンツの3軍監督として古巣に帰ってきたのが駒田徳広氏です。駒田氏は現役時代読売ジャイアンツに入団、ブレイクを果たし、その後 FA 移籍で横浜ベイスターズに入団しました。191センチと長身の中距離打者として満塁時の打席で無類の勝負強さを見せ、満塁男の異名を持ちました。その勝負強いバッティングと一塁手としては史上最多となる10度のゴールデングラブ賞を受賞する守備のうまさで活躍を見せていました。今回はそんな駒田選手が横浜へ移籍するきっかけとなった当時巨人のバッティングコーチを務めていた中畑清氏との確執についてご紹介していきます。当時の状況。駒田選手は1980年に奈良の桜井商業高校からドラフト2位で巨人に入団し、この時は投手として指名されていました。しかし新人合同練習時に駒田選手自身が投手としての能力に限界を感じていたため、最初は投手をやらせようとしていた監督の藤田元氏に野手への転向を直訴したところ、これが認められ、1年目の春季キャンプから野手としてプロ野球人生を歩んでいくことになりました。その後しばらくレギュラーに定着することができませんでしたが、1989年に2度目の監督就任となった藤田監督の下で一塁手のレギュラーに定着すると、恐怖の7番バッターとしてレギュラー1年目からゴールデングラブ賞を受賞。同年の日本シリーズでは打率5割2分2厘という大活躍を見せて最優秀選手に選出されました。さらに1992年には自身最多となるシーズン27本塁打を放ち、シーズンオフには年俸1億円に到達するなど順調に進化を続けていました。長嶋監督就任と中畑打撃コーチとの衝突。そんな中迎えた1993年、巨人の監督には長嶋茂雄監督が就任することとなり、加えて打撃コーチには絶好調男の異名を持つ中畑氏を起用することになりました。この年に起こった中畑氏との確執の経緯を駒田選手は自身のコラムで赤裸々に語っています。このシーズンも昨シーズンに続き主力選手としての活躍が期待されていた駒田選手でしたが、オープン戦の終盤まで調子が上がらずに、開幕まで残り4試合となった3月24日の宇都宮でのオープン戦から再び気持ちを引き締めて最終調整に臨もうとしていました。チームは前日に水戸から宇都宮へとバス移動、その道中のサービスエリアで事件は起きます。翌日の試合に向けて気合十分の駒田選手がトイレで勢いよく用を足していると中畑氏が入ってきて、明日は大盛りを試したいから先発を外れてもらうぞと言ったそうで、気合十分だった駒田選手は一気に士気をそがれたと語っています。この言葉に対して自分の思いを中畑氏にしっかりと伝えたいと思った駒田選手は、毎年開幕直前の試合は実戦で調整させてもらってます、明日もそのつもりでした、なんとか試合に出してもらえませんか、この4試合は本気で悔しがったり喜んだりしてモチベーションを上げていきたいんですと必死になって訴えます。しかし駒田選手の言葉が予想外だったのか、次の瞬間中畑氏の顔色がさっと変わり、分かってんのか、これは長嶋監督の指示だ、俺の指示に従えないということは監督に従えないということだぞと血相を変えていったといいます。中畑氏の立場も理解できるとしながら、それでも駒田選手は試合に出たいと食い下がっていき、そのうち両者ともに引き下がれなくなってしまい、出たい出さないの押し問答になってしまいます。挙句の果てには中畑氏が意地でも使わないという事態に発展してしまいました。この状況を見てヘッドコーチの須藤豊氏が慌てて飛んでくると、おい駒よ、そういや腰の調子も良くないんだろ、明日はちょっと体を休めてリフレッシュしたらどうだ、試合前の練習は外野を走るだけでいい、トレーナーには言っておくから全身をマッサージしてもらえよと駒田選手をなだめて、この一件は解決したかに思われました。そして次の日、試合中出番がないと思っていた駒田選手はベンチ裏で痛めていた腰に針を打ってもらっていました。試合も終盤に差し掛かったその時、バッテリーコーチの山倉和弘氏が慌てて駒田選手を呼びに来て、代打で行くぞと言いますが、事前の話と違うと思った駒田選手は思わず、そんなはずはないでしょう、だって僕中畑さんから意地でも使わないって言われてるんですよ、見てくださいよ、今はパンツ一丁で針打ってもらってるんですからと反論します。しかし山倉氏は困ったような顔をして、
長嶋監督が駒田で行くと言っているから行くしかないだろうと告げたと言います。仕方なく慌てて打席に立った駒田選手は本来の打撃ができるわけもなく、結果はセンターフライだったそうです。この一件以来、中畑氏と駒田選手の間に気まずい関係が築かれ、シーズンを通して続くことになってしまいます。駒田選手はシーズンに入っても中畑氏とのギクシャクした関係は続いていたと語っています。特に大きな衝突となったのが5月9日の神宮球場で行われたヤクルト戦での通称バント事件です。この日の試合で久しぶりに3番に入った駒田選手、相手のヤクルトは荒木大輔選手が先発で、巨人は1回表から連続ヒットでノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。この時駒田選手は2番の河合雅弘に強行させるとは長嶋監督も強気だなぁと思いながら内気満々で打席に向かったそうです。ところがベンチから出されたサインはまさかの送りバント。もちろん作戦なので仕方がないのですが、ただ久しぶりに3番に起用してくれたことで僕に期待してくれているという思いがあったという駒田選手はあからさまに不満そうな態度をとってしまいました。そして試合が終わってから中畑氏に呼び出されると、なんだあの態度はとどやしつけられてしまったそうです。それでも試合でタイムリーも打ち、チームの勝利には十分に貢献したし、バントもきっちり決めていたということで、自分の仕事はちゃんとしたじゃないですかと言い返しました。するとやはり中畑氏からは何とまたも押し問答になってしまいます。他にも広島の選手宿舎の屋上で、どうしてストレートを狙わないんだ、じゃああの場面でストレートを狙う理由を教えてくださいと口論したことや、試合前の打撃練習では駒田選手が今日は試したいことがあったんです、いつも通りに練習させてくださいと言うと、中畑氏から結果が出ていないんだから気分を変えてやってみろとメニューを突然変更されたこともあったと言います。駒田選手は後に今思えば自分のためを思ってのことだったと理解を示していましたが、当時は納得できないことだらけだったと語っています。当時の件についてコーチだった中畑氏は後にデーブ大久保氏の YouTube チャンネルに出演した際に、自分自身は駒田頼むぞという気持ちでいたそうですが、駒田選手は打てないことで外されるのではないかと萎縮してしまい、自分が話をすればするほど関係がこじれるようになっていってしまったと当時のことを苦々しく振り返っていました。さらに駒田選手には悪いことをしたと後悔しつつ、技量がなかったと自身の行動を振り返って反省していました。横浜移籍への経緯、こうしてシーズン中に何度も中畑氏と揉めていたことはマスコミにも取り上げられるようになり、結局不調のまま打率2割4分9厘、ホームラン7本、39打点という低調な成績でシーズンを終えることに。そして何度もトレードの噂が上がる中で長嶋監督の考えを確認しようと再三面会を求めましたが叶わず、10月末に2度の電話があったのみでした。それでもついに秋季キャンプ中に外野をランニング中だった長嶋監督のもとに向かい、自身の来季の起用法について直談判しますが、長嶋監督は日本シリーズというビッグイベント前にそういう話はするもんじゃない、新聞記者にお前と一緒の写真を撮られたら大変だから向こうへ行ってくれと門前払いを食らってしまいます。この出来事に加えてオフに自身と同じ一塁手である中日ドラゴンズの落合博満選手が FA 宣言、巨人に入団することが濃厚になっていたため、駒田選手は子供の頃から憧れていた巨人という球団を離れることを決断し FA 宣言をします。この当時巨人というのは日本一という目標達成のため、全てにおいて個人の事情よりチームが優先され、妥協失敗は許されませんでした。そのため戦術技術論からトレーニング方法まで新しいものを積極的に取り入れ、常に他球団より一歩先を行っている、他球団とは一線を画すような特別なチームでした。巨人で活躍された貞岡昌司氏に至っては1985年のオフに近鉄とのトレードを通告されると、このトレード移籍を拒否、まだまだ現役を続けられる状態だったにもかかわらず引退を決意しました。その理由としてジャイアンツに入っていらないと言われたらそこまでなんだなとは思っていました、それほどジャイアンツが好きだったのでしょうと
巨人というチームでプレーできなければ意味がないと言わせるほど特別な球団だったことがわかります。当然駒田選手の中にも巨人に対して特別な思いがあり、 FA 宣言した後も去就を迷っていたそうです。そんな時に駒田選手はプロ入りした1981年当時の監督であった藤田氏に電話で去就を相談したといいます。この電話の中で藤田氏は巨人を出るだけの勇気と根性はあるかと質問すると、駒田選手はいろんな準備も覚悟もできてますと答えると、藤田氏はじゃあ出ろと移籍を後押ししてもらったそうです。この時藤田氏は同時にどこから話が来てるんだと獲得を打診している球団を聞いてきたようで、オファーが届いている球団を駒田選手が複数明かすと、藤田氏はその中から駒、何も言わずに黙って横浜へ行けと横浜を選ぶように助言したといいます。横浜に行けと勧めた理由として、藤田氏は1989から91年にかけて巨人でヘッドコーチを務めた近藤昭仁氏が監督を務めていた横浜なら駒田選手を悪いようにはしないだろうという教え子を思う気持ちがあったようです。この藤田氏の言葉に後押しされ横浜移籍を決断した駒田選手は、正式契約後に改めて藤田氏に電話で移籍を報告すると、巨人での13年間は立派だった、頑張ったよ、横浜に行っても何も言わずに頑張るんだよと、巨人でプレーしたことに対するねぎらいの言葉と、これから横浜でまた一から頑張るんだぞという激励の言葉をかけてくれたそうで、この優しい恩師の言葉に駒田選手は号泣したと語っていました。今回は駒田選手が横浜へ移籍するきっかけとなった当時巨人のバッティングコーチを務めていた中畑氏との確執についてご紹介しました。この後横浜に移籍した駒田選手は日本一に貢献するなど、ベテランらしい活躍を見せて移籍の決断が間違っていなかったことを証明しました。このような一連の流れを見ると、中畑氏も駒田選手もどちらも基本的に自分自身の思いを熱く前に出していくタイプの人間だったからこそ起きてしまったのかなと思います。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。